ポリーナ・グリゴリエーブナ・アスタホワは、ソビエト連邦の元女子体操競技選手。1956年メルボルン、1960年ローマ、1964年東京と3大会に、わたって五輪に出場し、合計10個のメダルを獲得した。2002年に国際体操殿堂入りしている。1936年10月30日、ポリーナ・アスタホワは、 ソビエト連邦ウクライナソビエト社会主義共和国ザポリージャで生まれた。しかし、幼少の頃に第二次世界大戦が起こり、家族は戦火から逃れるため今日点々と変えざるを得なかった。セベローラリスクに居住していた時にアスタホアは医師から結核に罹患していると診断され、もっと気候が温暖なところに引っ越すよう勧められたので、家族はドネツクへ移った。 彼女はドネツクで地元の体育学校へ通学していたが13歳の時にドネツク体操競技選手権を初めて観戦して選手たちの演技に感銘を受けシャフタールドネツクスポーツクラブに加入して体操競技のトレーニングを始めたアスタホアのコーチになったのはウラジーミル・アレクサンドロビッチスミルノフである欧米のメディアは波外れた優美さを持つアスタホアを ロシアの白樺とのニックネームで呼んだ。1956年から1966年までの間、数多くの国際大会及びソビエトの国内大会、特に段違い平行棒においてはトップの座にあった。また、1955年から1968年までソビエト代表チームのメンバーでもあった。1954年のソビエト連邦選手権に初、 出場した後、ソビエト代表に招集されて1956年メルボルン、五輪へ出場するソビエト代表チームの一人となり、五輪ではチームの最年少メンバーとして、ソビエトの団体総合での金メダル獲得と、主グ体操団体での銅メダル獲得に貢献した。1 9六十年ローマ五輪では、団体総合と段違い平行棒で、金メダル、床で銀メダルを獲得し、 個人総合でも一時トップに立ったが、八つのルーティンの七つ目で、ある平均台の演技で落下したため金メダルを逃し、銅メダルに終わった。アスタホアはこれに非常に落胆したが、翌1961年のヨーロッパ選手権、ライプツヒ大会で、段違い平行棒と平均台で、金メダルを獲得し、立ち直った。1964年の東京五輪では、 ソビエトチームの団体総合での金メダル獲得に貢献したほか、段違外兵行棒で金メダル、床で銀メダル、個人総合で銅メダルを獲得した。1968年に現役から引退した後は、ソビエト代表チームのコーチなどを務め、1972年ミュンヘン、五輪と1980年モスクワ五輪で、ソビエト代表団体総合金メダル獲得へと、 導いた。晩年は、キエフで暮らし、2005年8月5日に、肺炎のため68歳で死去した。ありがとうございます。